はい、テアンディ、進藤辰巳のゴミラジオ始まりました。バカあなたは進藤辰巳です。今回は1月1日に行われました、お笑い王者大集結ドリーム東西ネタ合戦2021。これは今年のネタ番組で最もレベルが高かったんじゃないかなと思える回でしたね。いや、まあ横並びで結構すごいのいっぱいあったんですよ。まあ爆笑ヒットパレードも良かったし、吉本制作のネタ番組も良かったし、まあどれもこれもいいんですけど、特に切れ味が素晴らしくネタの質が高かったなーって衝撃受けた番組ですね。やっぱこれからはこのネタ番組が正月のトップ走るんじゃないかなと。まあ前々からちょっとね、あれこれただもののネタ番組じゃないなと思ってたんですけど、まあ東西でね、戦うんですけども、そんなのはもうどうでもいい。僕の中でも、とにかくネタが素晴らしいね、これ。だって、1番バッターからこれサンドイッチマン出てきますよ、俺。これはね、1番バッターっすよ。これはすごいでしょ。で、また、この伸び伸びやってる感じもね、哀愁深くていいしね、一発目のつかみが下ネタっていうね、まあね、あの M1 グランプリでさ、サンドイッチマンが2007ぐらいでしたっけ、敗者復活からさ決勝に上がってきた時に、2007か2004上がってきた時のさ、敗者復活の一発目のつかみがね、金太漫才っていうね、つかみを下ネタにやったわけですよ。それでだけど内容が強すぎるがゆえにもう勝ち上がっちゃったのね。それであの移動のスタジオまでの移動の車の中でちょっとあそこだけカットでって言われたいぐらいのね、時々ね、こうそういうなんか色気のある下ネタっていうんですかね、やっぱあれぐらいサンドイッチマンさんぐらい、ね、芸がしっかりしていると、その下ネタすらもあった方がいいんじゃないかと思わせる、やっぱここなんだよね、芸人の良さ、ネタの強さって。ネタが弱いから、逃げで下ネタ入れるとか、逃げで差別用語入れるとかじゃなくて、そこなくても十分ネタの中身がすごいのに、そういうのも入れるっていう色気がやっぱり俺漫才ですごく、うわーいいな、この人って思う瞬間だったりしますね。ヒーローインタビュー。意外とヒーローインタビューってネタはあまりテレビで見てないのでね。まあ相変わらずのサンドイッチマン節が炸裂してて。一番バッターとしてはもう申し分ない出来というか、見応えだったですかね。で、2番バッター、これ。博多華丸大吉がこれ2番バッター来ますかと。え ?M1 チャンピオンからのザ・漫才チャンピオン。これはすごいな。2014のチャンピオンですよ。僕も2014は決勝出てましたよ。全然歯が立ちませんでしたよ。で、もう50歳になるらしいですね、博多華丸大吉さんは。で、正月見たい番組が少ない。で、幼稚なおじさん用の番組が欲しいみたいなね。ああ、この切り口面白いな。幼稚なおじさんって確かにいるなと。僕なんかもそうだけど、おじさんだからってニュースとかを見る、情報番組を見るとかではなく、もっと単純な安易な番組も見たいっていう欲求も確かにあるから、ここはいいとこ抑えてるなと。さすが博多華丸大吉と思いましたね。で、おじさんと一緒、まあね、お母さんと一緒っていうのはおじさんと一緒っていうのでね、グーチョキパーね、漫才師の一時期定番となった、最近はあまり見なくなりましたけど、一周回ってグーチョキパーで何作ろうでボケるっていうのがあるんですけど、これはね、鮮度出すのがめちゃくちゃ難しいんですよ、演じ手として。だからやるタイミングとかその内容ってんのにすごく責任が問われるのかな。もちろん漫才全てに責任が問われるんですけど、やり尽くされてる設定には色付けの具合が非常に重要視される。で、そこを見事にこう満足させてくれたっていうのは、この今回のグーチョキパーの漫才の博多華丸大吉さんね。右手に豆腐、左手にお湯、ポン酢がいるよみたいな ね、湯豆腐みたいなね、ポン酢がいるよみたいな一言、この構造面白かったな。出来上がったものに一言載せるっていうね、あの被せというんですかね。でも実際もっと持ってるだけで、こう手では作ってないっていうの最後まで突っ込むんですけど、面白かったですね。続きましてバカリズムさんね、非凡っていうね、
ネタですね、モニターを使って。非凡って何ってなって一瞬思うんですけど、そこの説明もちゃんと平凡でないこと、才能があることを非凡って言うらしいです。それを、まあ実際にね、非凡な人っていうのはなかなか少ないですから、非凡っぽく見せることはできるっていう。これがもう、秀逸だよ、やっぱり。この正月番組さ、意外とバカリズムさん見てないんですよね、ネタで。で、やっぱこの東西ネタ合戦ではちゃんと見れる。しかもこの切れ味の素晴らしいネタが見れるっていうのが非常に味わい深かったかな。で、影響を受けた人物はいないという、これが非凡の、なんか簡単なやり方みたいなね。人と違うタイミングで笑うとかね。え、面白いの俺だけって言ってみるみたい。いや、なんかあるあるも入ってるし、身につまされるなんか、そことさ、リンクする自分がいると、あれ俺はちょっと非凡を演じているのかなって思わされたりとかさ、そんなこともさせられて、いろいろワクワク、なんか、ヒヤヒヤする。そんなネタですよね。で、千鳥さんね、単独ライブでもやってましたね。ラーメン屋ですよね。開いてる店は開いてるけど、閉まってる店は閉まってると思うし、これは面白いですね。この言葉をどういう熱量で、どういう言い方で、どういうシチュエーションで言うかだけの戦いというか、シンプルかつ難しさが要求されるというね、同じことを何度言っても、なかなかね、面白くどんどん笑いに増幅させるっていうのは難しい。これに、何回も言うことで面白くなるって、この天丼という1回目より2回目より面白くなるって演出が行われないといけない。その演出のさらにこの、超えてきたやり方っていう形なんじゃないですかね。で、やっぱり後半に行くについてどんどん千鳥さんの面白さがこう増幅してきるっていう、これはすごかったです。霜降り明星さんね。歌ってる人を楽しくさせる。あー、なるほどね。しょうもないね。替え、しょうもない替え歌みたいなね。元が知らない歌をどんどん歌っていく。で、まあ、おいでやすこがさんも出てたんで、ね、ちょっとネタ被んのかなって心配もありましたが、全然そんなことはなかったですね。お魚天国のくだりも天国を感じるというか、やっぱツッコミが秀逸でしたかね、ここは相変わらずね。まあボケでね、殴ったな、前の親父も殴られたことないのに、複雑な家庭とか。これ綺麗ですね。で、またちょっと時間経ってまたこれ言えてくれて、殴ったね、ヒーヒーおばあちゃんにも殴られたことないのに。ね、普通ヒーヒーより長生きな家庭って言ってたっけな、なんかわかんないけどね、まあ、そこら辺も。こう被せてって何言うのかっていうね、これも秀逸でしたね。で、3時のヒロインさんね、まあザ・ダブル、意外とネタ番組にまだそこまで露出が多くない3時のヒロインさん、まあ貴重だ。だからこのやっぱりこのね、東西ネタ合戦だからこそ見れたのが席を譲るという、これ面白かったですね。いいとこついてきましたね。まずね、あの福田さんが座ってるわけですよ。そしたら後から夢一さんが来て、あのその人の妊婦で、あ、どうぞどうぞお座りくださいって言ったら、その福田さんも足をちょっと怪我している、あの松葉杖をつって、あ、どうぞどうぞって譲り合った中で、奏さんがどっかりと座って、私太ってる人と、あの足を怪我してる人と、妊娠してる人の誰が席を取るか、でも一番負担がない太ってる人は一番座ろうとしているっていう、これも面白いですね。早く決めて、どっちが座るか決めたら私どけるからみたいな。あー、なるほど、いいとこついてくるなっていう設定でしたね。で、おいでやすこがさん、いや、このね、 M1 グランプリ最終決戦行ってなかなかネタ番組出てなかったんで、一本ネタがちゃんとやれたのは本当に東西ネタ合戦だけだったんじゃないかなっていうのっていうのと同時に、やっぱこんだけの鮮度をすぐに番組に入れ込んでくる東西ネタ合戦のこのフットワークの速さ、完全に M1 グランプリ決勝見た後にブッキングしてるでしょ、これだって。これがすごいよね。で、また違うネタやってましたね。すごいね。まあ1年ぐらいのに違うネタ、2回 M1 の決勝でやってたけど、それとはまた別のね、歌しりとり。ね。まあだからここは、もう、芸人が一番面白がるところはこの、ね、おいでやす小田さんのエナジーですよね。何のボケをするというよりも、もうもちろんボケもネタの分かりやすくなってるんですけど、その辺にどのぐらいの気持ちで小田さんが突っ込むかみたいな待ちみたいのには、ね、特に M1 グランプリの時期はあったのかなっていうね。今後のね、活躍もね、ユニットですからね、ちょっと楽しみですね。なかなかユニットが活躍するってこともね、見ないですから。で、イグジット。ああ、これイグジットネタ面白かったな、これメリーさんね。ちょっとメタ的な要素もあって、しかもその、これはね、ただメタじゃない。
彼らのイグジットというキャラクターに合ったメタさだった。電話の持ち方、エリントールさんの年齢丸出しじゃないってこうやってやるのと、カジサカさんはこうやって。まあ、携帯、スマホだったらこうやって持つんだけど、昔ながらの漫才はこうやって。でやるからそれに対して突っ込むんだけど、凛太郎さんがそんなこと言うと、ここ今日に来てる兄さんらが兄さん方全員に腐してることになるよって、その現場を、ま、もう巻き込むという形の番組にピタッとハマってる漫才でしたね。いやこれ面白かったなぁ。ねえ、で畳みかける下りがあって、途中でね、リーダーさんがうちらこういうスタイルじゃなくないって言ったんですけども、その叩きかける内容が結構ちゃんと面白かったんで、あの状態のままずーっと見続けたいなって普通に思ってたし、お客さんも受けずに受けたから、多分あそこのメタ要素なくても行き切っても新しいイグジットの漫才としてひょっとしたら成立してたのかなっていう、まあひょっとしたら勘が良かったらひょっとしてそこ叩き上げてね、今年の M1 かけてそのまま決勝とか行っちゃうかもしれないですね。あんだけイグジットがボケ量産できたら結構向かうとこ敵なしのところは正直思ってたので、あれこの東西ネタ合戦のこの形ブラッシュアップしてったら、まあもうすでにすごいんだけど、そこをもっとブラッシュアップってもっとやばくなんじゃねっていうのちょっと恐怖を感じましたね。でバイキングさんね、いややっぱメンツはすごいね。受信料ですね、西村放送局っていうね、全てのメディアに飽きた人間よって、これはシュールですね。お題がね、チャンネルはないけどなんかこうやってたらその入ってく西村放送局で入ってきたよみたいな、なかなかバイキングさんのネタの中でもね、独創的なね面積の強いネタでした。面白かったですね。でジャルジャルさんね、ヤジワクチンですよこれ、まあ、まあキングオブコントのね、昨年の2020年の1本目に決勝でやったネタですね。やっぱそこがキングオブコントの全体のピークだったんじゃないかと言われてるぐらいのね、ネタの完成度の高さ、そしてね、ボケとね、ツッコミの数もすごい多かったし、その中で野次爆人っていうワードも活かしたり、ね、野次爆人って言葉もいいよね、この独自のね、野次のワクチン、野次をどんどんするか言って、試しにやってみようというね、演歌、歌ってたらいろんな野次があると。誰やねん、下手くそ。届けるなよっていうこの三連コンボでずっとやね攻めていくのも面白かったしな。で続きましてロバートさん、これはね懐かしいネタだったな。メダリスト候補のためのアスリート CM 講習会、俺ね2016ぐらいにルミネ座地元で高野俊さんのライブに呼ばれた時に出てたロバートさんのネタが確かこれだったのよ。俺も出てたんだけど、あこの時にね結構袖で絶賛だったのよ周りの芸人さんが。いやあのネタ面白いねってロバートさんがずっと言われてて、もう散々売れ尽くしてんのにまだ称賛されるかって驚いてたんで、それをここテレビで改めて見て、ああ面白いなっていう、いろんなこうあんまり分解してみるのも品がないからあんま言いませんけど、非常にネタ作り方が面白いですよね。CM 講習会ってね、顔を出すんだ、もっと抜けっていうね、アスリートが CM 出た時にもっと演技が下手だろうみたいなことをちょっとディスった感じの CM かつ表現で、非常にあるあるもちょっと入ってる感じで見せ方もうまかったな。でこの後はかまいたちさんね、ね花瓶を割るコントでした、これ面白かったな。で最初ね、かばうわけです山内さんをね。そうすると山内さんは全乗っかりされてね、この人割に言ってましたって、かばってやったのにそんなこと言うのみたいな、でね、いやそこで戸惑うわけでも、割ったのは割ったんやね、自分が割ってんのにどんどん攻めていくというね。でだんだんかばったけど、だんだん相手がねムカつくから、もう本当のこと言ってやろうと思うけど、どうやって言っていいか分かんないから、最終的に一回ねじ曲げた真実ってこんなに正面すんの大変なんかっていう、このセリフも秀逸でしたね。ね、でいやお前で最終的に言うのはお前が終わったんだろうっていう、じゃあていうことで終わったのは僕ですっていう言い方にすると、いやお前やだから俺やっていう、なんかあここは絶妙だったね。だから俺っていう言い方により相手側のせいにしているけど、お前やって言ってる言葉はちゃんと受け止めているっていう、この日本人ならではの言葉のやりとりだったのかななんて、ね、ちょっとそんな感じはしましたよね。
でここからちょうどいい芸人でショートネタコーナーになるわけですよね。永井雄一郎さん出ましたね。これはアクセルホッパーのネタやって、しかもアクセルホッパーのエンタの神様に出るちょっと前の時、本当に初期の時のアクセルホッパーの表現の見せ方だったね、あの音声のやつとかね。で相手にね、後にやる見てっていうだけのネタあるんですけど、それも中に入れて、いやーこれはベスト版というか、で最後にね、パンパンスパパンっていうね、パンとパンとスパゲッティを入れてパンで、それをいなぞっていくだけっていう、あれも気持ちいいボケだしね、面白いね。でこの後サンシャイン池崎さんが出るんですけど、ちょっとこの流れだとなんか一発屋芸人みたいな感じになってるんですけど、あ、サンシャイン池崎来てもう消えた感じになってたんだっていうのをここで気づいたね。いやまだ全然あの記憶に新しいし、まだ今も出てる感じの印象だったんだけど、ここに入るんだってのが意外だったな。で初めて準決勝のアイルワン行った時の自己紹介ネタね、自己紹介だけのずーっとであの電話番号はとか、あの郵便貯金の暗証番号はとか、どんどん自己紹介そこまで言うってのずーっと言い続け、あれすげえ面白いんだよね。うん、で金太郎さんね、で結構痩せましたね。前田敦子さんのネタやってましたね。であの、まあ、良くも悪くもこのね、動きを大きく誇張して見せようとしてたがために、今までの全盛期の時に売れたばっかの時やっていたな、動きの柔らかさがちょっと欠けていたのかな、なんてねちょっと思ったけど、まあ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 、でもまあ見れたのは良かったですね。あと広瀬さんね、もう今は大金稼ぎの広瀬さんですよ、これね、キャンプで動画でね。ね、でまた一言ネタね。だからこれキャンプ動画がありきでやっぱ広瀬さん出てるよね、おそらくね。あ、でもわかんないな、広瀬さん一発屋としてもすごい有名だから、それもあんのかな。エロ動画が老眼で見えませんとかね。いや面白いですね。若いのか年のかわからないとですとかね。まあなるほどなるほどっていう。ああ、コウメ太夫さんとか呼ばれながら、でもコウメ太夫さん普通に今売れてきちゃってるからちょっと違うのか。だからこの並びだとさ、ちょっとサンシャイン池崎さんちょっと浮くじゃない。あ、ここに入るんだっていうのが意外だったなっていう。で、次はまたショートコーネタコーナーで、テレビで見るけどネタ見ない芸人っていうね、鬼越トマホーク。まあ確かにもう今めちゃくちゃテレビで見るしね。もう鉄板だもんね。あの喧嘩のくだりはどこで見てももう秀逸だし。ねえ。さんまの工場委員会ちょっと外してたのすらもまた逆にそれはそれでありみたいになっちゃったし、面白いよね。で漫才でね、楽屋でポッキーちょうだいって2本なんで2本もらったんだっていうね、ちょっと細かいくだりをずっとこうしていくっていうね、面白かったですね。もう何鬼越トマホーク漫才も面白いからね、うん、これはね。で最後仲直りするってそういうのもちゃんと配慮があるんだね。やっぱもうテレビタレントですね、なんか不安要素がないなって思いましたね。でここで安田大サーカスさんが出るんでね、確かにクロちゃんめっちゃテレビで見るからな。でも団長も見るでしょ、ヒロさんはそこまで見ないけど。でここでね、やっぱおなじみのね、ダンダンダンベタです、ダダンダンダンベタですっていう、何週間回って笑われてる感じはしてましたね。あれでも言っても最初めちゃくちゃ面白くて M1 グランプリ準決勝行ってたんですからね。これすごい発明のネタでしたよね。ネタ中にこう紙吹雪巻くとかいう、その動き やけにキレがいいクロちゃんとかもね。あの3人の並びはすごいよね、やっぱりね。で、パックンマックン。わ、ここでパックンマック、逆にパックンマック入るんだっていうのでちょっと浮いてる感じでしたね。すごいなぁ。でコラボしたいっていう、なんかパックマック、でもパックマック何気に演芸でたまに漫才するの見るからなと思いながらも、外国人の人の方が、まあ、ちょくちょく見るっていうことで、日本人の方の方が見られないっていうことだよね。もう普通の一般人みたいな空気で、まあ、あれか面白いんだけどね、またね、あれは面白いです、ね、で藤原さんね、まあ、藤原さん、藤本さんはまあ原西さんもまあテレビ見る、確かにそう、エクササイズというねネタ、まあこれは結構有名なネタですよね。まあお笑いマニアの人は何回も見たことない、俺もないよ、10回20回ぐらい見てるかな。なんだったらルミネ座吉本で見学行った時も何回か見させていただいたりとかしてますしね。ここだけはなぜかショートネコーナーなのに長尺でやってましたね。まあ確かに結構長く見たいなっていう
ネタでしたから、まあまあそこは違和感ないんですけど、ただネタ弱がここだけちょっと長めに持たされていた。さあ、それだけの情報をちょっと お届けしますね。で、こっからまた普通のネタに戻りまして、ミルクボーイさんね。つかみがね、着払いの小包みね。もういただきましたね、っていうね。で、おかんの好きな便利グッズ、あれやないかいっていうね。珍しく名称言わないで、あれっていう表現で攻防していくっていうね。また、そのミルクボーイさんの漫才に進化というか、新しい鮮度を取り入れての漫才だったり、そんな印象はね、受けましたね。で、ナイツさんね。いやー、まあ、ここもね、いろいろ、内海桂子さんの話したりとか。普通のなんか、内海桂子さんの、が舞台で、舞台の時に袖にいたクールポコの、がいて、そこに臼を持ってきてた。置いてたと。そしたら、舞台に開けてた内海桂子師匠が、そこに痰を吐いてたって、めちゃくちゃ面白いエピソードも入れてきて。タンツボと間違えたのか、でも、スターのでかいっすよみたいな話とか、めちゃくちゃ面白かったなぁ。で、南海キャンディーさんね。いやちょっとメタでしたね。メタな漫才。漫才で伏線を回収したいっていうね。何をしたいって。なるほどね、っていう。まあ、フレーズも相変わらず生きてて、まあ、抜群でしたね。ワイングラス3回割ったりするね、しずちゃんの下りで。悲しいモンスターだよっていうね、なんか、言葉選びとかも、面白いなぁとかも、やっぱり、感心しながら見ましたね。で、マジカルラブリーさんね。師匠と喧嘩別れをしたようだよ、これ。わかります？これ、知ってる人は、まあ、マジカルラブリー好きな人は、まあ、わかるでしょうね。M1 グランプリの、2019年の準決勝やったんだ。超ウケんだからね。あれも結構寝転がる芸というかね。で、めちゃくちゃウケてって、それなのに決勝に上がれなかったネタをこの、もう決勝でやっても結構普通にドカウケだったと思うんですよ。だけどなんか運が味方しないせいで落とされたっていう、そんな印象だったんだよね。普通に受け量としてはもう全然決勝上がったから、そういうことあんのよね。面白くても落とされる。だから、その渾身のネタをもうね、昨年優勝したというのもあって、東西ネタ合戦でやるっていう、あ、このネタで見れんだっていうね、ちょっと興奮したね。面白いっすよ。ぜひ見てくださいね、これね。で、チョコレートプラネットさんね、ゾウリムシすくい。これ面白いね。ゾウリムシをね、プレパラートでこうすく。プレパラートじゃなかったか。プレパラート上に乗せるやつとか、この下のね、あれ、ガラスみたいなのでね、やるやつね、すくって。面白いね。まあ、殺すぞっていうところを街みたいにはなってたけどね、まあネタ全体で面白かったですね。で、ロチさん、演技指導ね。これ綺麗なコントだったなぁ。なんとかで、まゆみ、違う、まゆみ、じゅんこ、そうっていう名前をずっと間違えてるって、シンプルな、ボケなんだけど、それの演出が最高な状態になってるがためにすごくなんかすごく笑えるという、いやこれはネタ綺麗だわ。すげえ、なんかみんなそのショーレースの決勝でやってて全然戦えるレベルのネタやってましたね。普通に初見で見るネタとかもこの質の高さだよ。一切手を抜けないっていう。なんだったら M1 グランプリ、キングオブコント、決勝に出るぐらいの意気込みで持たないと、戦えない。見劣りしてしまうっていうのが、東西ネタ合戦のレベルの高さ。10.4% ぐらい視聴率も取ったし、普通のネタ番組ではなかなかない視聴率の高さ。やっぱそれは質がもう、お客さんの中で、これは抑えとかなきゃいけないよって思うだけのレベルをやってるってことなんだよね。で、ここでアルコ&ピースさん。今年はね、アルコ&ピースさんちょこちょこネタ番組とかも出ておられますね。言ってもザ漫才でね。忍者になって巻物を取りに行くって代表ネタでやっぱりね、心打ち抜かれましたから。で、これは誘拐のネタね。まあ、これもね、アルコ&ピースさんらしさ出てましたね。カニ玉をやたらと注文されて。まあ、これはぜひ見てほしいですね。犯人から人質、ね、人さら、誘拐の犯人から電話かかって、中華料理屋で主人が出るけど、仕事が忙しくて雑に切ってしまって、いや、
すみませんね、ちょっと忙しくて、で、息子を預かって、あ、じゃあよろしくお願いします。夜までに、夕方までには帰すようにお願いします。カシャって切っちゃってね、忙しいから、とりあえず雑に扱うって、おー、ちょっと待ってくれ、みたいな。で、何回も書き直す。そして、毎回その度に、カニ玉が注文されていくから、だんだんカニ玉を食べたくなってきてしまう自分がいて、すみません、出前取っていいですか？あ、全然いいですよって住所言ったら、犯人が、今住所言いましたよ。っていうので終わるというね、これね、映画みたいなストーリーですね、これ。で、これで、友近&春野さんね。これ、ユニットだなと思ったけど、やっぱりね、ネタは面白かったですね。これでザ・ダブル出られたらもう優勝したんじゃないかぐらいの。そんなネタだったなぁ。なんかね、変な、男性役の二人、女性、のちょっと汚い公園にいるような役、あれやったのは俺だよって、 俺から始まったんだよっていう、なんか嘘の自慢みたいのし合うっていうのことなんですけども、だから例えばエビ食べたら初めにプリプリだよって言ったの俺だよ、まず初めにっていう、何でも俺だよって、まあそんなやつ言うのよね、そういうああいう類の人はね。だそこら辺のあるあるとかで、それを対立して二人対立、俺の方がすごいこと言ったよっていうのでボケを量産していくっていう、だからこのあるあるネタでもあり、対立でもあり、畳みかけでもありみたいな、これは普通に賞レースで勝ち抜くタイプのネタだったなって。もうなんだったら今年ザ・ W 出たら普通にあのネタストレスとで優勝していくんじゃないかなって、そんな恐怖すらよぎりましたね。いや面白いネタやんな本当に。水前寺清子同時に言うとことか、まあこれはねぜひ見てください、面白いから。東京ゼロさんさん、あここでね、お笑いライブの集客ナンバーワンってね、いうキャッチコピー、ああそうなんだとか思って、そこ行って呼ばれると同時にね、頭の中にシソンヌさん出てきたりね、ラーメンさん出てきたり、もうそこも超えてるんだ、もう今東京ゼロさんなんだっていうね、集客高い芸人いろんな方がいますけども、ああ今そこかなんてね、すごいな気づけば。もともとはアルファルファとプラスドライバーですからね。これから上司の主任に結婚の報告をするから初めて聞いた感じでいてくれっていうやつね。でいいねっていう、ちょっとねもう角田さんがね頼んで、演技を頼んでる手前でその演技のうまさからいいねってこぼれてしまうっていう見せ方とかも、実際に起きてもおかしくないんだけど実際には起きないっていうコントをやるのが東京ゼロさんの凄さだよね。いや面白かったな、やっぱりこの集客ナンバーワンっていうのに、やっぱこれは見たくなるよなこのネタはっていうね。東京ゼロさんは長尺を全て飽きずに見ていられる熱量が特に持ってしまいやすいタイプの芸人さんだからね、ここは素晴らしいよね。で最後陣内智則さんね、去年がねあのディアゴスティーヌのネタで大滑りしたなんてね、松本さんずっといじられてて、今年別のタイプのディアゴスティーニのネタというね、逆にそれで挑戦してやるっていう、そこら辺もなんか含みでね、間で常に陣内さんがいじられるっていうくだりの演出もね、やっぱ平場であったりとかするから、それも通して見ても楽しいし、ネタも孤高すぎるという、だからこれは平場もネタも結構な上質な番組だったんじゃないかなとすごく僕は思いましたので、見てない方はぜひね、後追いみたいのがもしありだったりとか、友人に録画してる人なんか いる方がいたらぜひ見ていただいた方がいいと思いますよ。ものすごく質の高い正月番組、例えば5個ぐらいこれ見といた方がいいですよっていう中の一つに入るんじゃないかと思えるぐらいレベルの高い番組でした、ということでございました。以上、新のたずめこみラジオでした。